皆さんこんにちは私は大阪資本協会の足立孝夫と申します今日は9月2日土曜日ヘブル人への手紙2章の1節から9節救いの恵みをないがしろにしてはならないというテーマでご一緒に今日も御言葉を学んでまいりたいと思いますヘブル人への手紙 2章節節から「こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め押し流されないようにしなければなりません」「見使いたちを通して語られた御言葉に効力がありすべての違反と不従順が当然の処罰を受けたのならこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合 私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。その上神も、印と不思議と様々な力ある技により、また、御心に従って精霊が分け与えてくださる賜物によって、救いを証し,してくださいました。 というのも神は私たちが語っている来たるべきよう見ついたちに従わせたのではないからです。ある箇所である人がこう証ししています。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう。あなたがこれを顧みてくださるとは。 あなたは人を見つかいよりわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。神は万物を人の下に置かれたとき、彼に従わないものを何も残されませんでした。それなのに、今なお私たちはすべてのものが 人ただ見つかいよりもわずかの間低くされた方すなわちイエスのことは見ていますイエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられましたその死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです さて昨日の1章ではですねイエス様の素晴らしさが書かれてありましたイエス様が万物の相,相続主でありまた万物の支配者であるということが書いてありましたですねそしてそれを受けてですね今日2章は「こういうわけで」というところから始まっていますイエス様が素晴らしいお方だってこういうわけで だからこそ私たちは、ますますイエス様に目を向けて、イエス様に従わなければなりませんって伝えてるんです。一節のところで、押し流されないようにしなければならないと書いてありますね。せっかくイエス様を信じたんですから、そしてこのイエス様がこんなに素晴らしいお方だということをあなた方に説明してるんですから、ぜひ、ぜひ押し流されないように、この世の中の価値観にね、 この世の中の価値観に押し流されて、元に戻ってしまわないようにしなければなりませんと、このヘブルビタの著者は語っているわけですよね。それだけ、彼らの信仰生活の中にはたくさんの問題があったんです。昨日も申し上げましたけれども、せっかく救われたのに、せっかく救われたのに、再びユダヤ教に、再び元の信仰に、光の中に導かれたにもかかわらず、再び闇の中へと押し流されてしまう人たちがたくさんいたわけであります。 ですから、ね、彼らのグラ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 している信仰に対して励ましのメッセージを押し流されないように本当に正しいものを見極めなければなりませんよとメッセージを語っている。彼らはなぜ、ね、なぜこのようにグラグラするのでしょうか。なぜ押し流されるのか。それは真理を知らないからですよ。何が本当に正しいものであるのかということがわからないからです。 イエス・キリストが私たちの主であると。イエス・キリストは私たちの唯一の救い主であるということ。これがまさにこの箇所で私たちに語ろうとしている真理なんですよ。この真理をしっかりと握っていないと目の前のことがうまくいかないとか、ね、祈っているけども聞かれないとか、そういったことによってですね、信仰がぐらついてしまって元の罪の中へと ね、押し流されてしまうということが起こっていたわけであります。私たちにとっても、兄弟姉妹、あなたにとってもイエス様が私の救い主です。イエス様が私の主でありますと、日々告白することができるでしょうか。さあ、そんな中でですね、2節見てください。見使いたちを通して語られた見言葉に効力がありと書いてます。 御使いたちを通して語られた御言葉と書いてますよね。これ何のことか。これは実は、モーセの立法のことなんですよ。神様が御使い天使に立法を語って、その天使からさらにモーセに語ったと当時の人は考えてたんですね。だから立法は直接神様から受けたんじゃなくて、御使いたちから語ったというふうな理解があったわけです。 ですからね、モーセの立法のことでありますが、モーセの立法に違反したり、モーセの立法に不従順だったりすると、処罰を、罰を受けていたわけですよ。もし、モーセの立法に対して従わないことによって罰を受けるんであるならば、このイエス・キリストをないがしろにするならば、どれほど大きなね、報いを受けなければならないんだろうかって言ってるんですよ。モーセの立法よりも、 ね、いかにイエス様が優れているのかということをここもね、比較で伝えてるんですよ。ねえ、モーセの立法が当時のユダヤ人たちにとってとても大切なものでした。しかし、ねこの立法に従わない者が罰を受けた。ならば、イエス・キリストを信じない。もしくはね、一度イエス様を信じたのに、再び戻ってしまう。 これがどれほど大きな罪であるか、どれほど大きな問題であるかということをあなたは考えたことがありますかと。このように語っている。神は私たちを、イスラエルの民を救い、そして彼らを祝福しようとしている。にもかかわらず、イエス様に背を向けて、イエス様から離れてしまおうとしている。このことがどれほど大きな問題であるか、よく考えなければなりませんよ。と伝えているわけなんですね。 まあ、私たちクリスチャンも、ね、この、ね、問題に、ね、当てはまると思いますよ。イエス様を信じたけれども、ね、信仰生活がうまくいかないということで、教会から離れていく人っていらっしゃいますよね。せっかく洗礼まで受けて、一生懸命教会に来ていたのに、ね、自分の思い通りの信仰生活ではないとか。 ね、楽しくないとか、そんな理由で、教会から離れてしまうんです。それはなぜかというと、いつまでも、この地上の価値観で生きてるからですよ。ね、この地上の価値観で生きている限り、私たちはうまくいかな、ね、う,、えー、うまくいかないとか、思い通りではないとかいうことが、いつも、ね、価値判断、価値基準になってしまいます。でもそれは、この世の中に蔓延している悪魔の価値観ですよ。 その価値観にね、ね、いつまでも生きていてはいけないんですよ。お金持ちの方がいいとか、いい大学を出てる方がとか、健康な方がとか、仕事がうまくいくことが素晴らしいとか、ね、えー、友達が多い方がいいとか、こういう価値観ってあるでしょしかし、この価値観は神の価値観ではないんですよ。ね、これがいつの間にやらこの人生の勝利者であるような価値観が世の中には蔓延していますが、しかし、そうではないです。 私たちが本当に持たなければならないものは何か、ね。友達が多いことでもお金がたくさんあることでもないんですよ。イエス・キリストによって私自身が救われているという、このことが私にとっての一番の喜びであるという、この、ね、真理の正しい価値観の中に生きるものでなくてはならないんですよ。これが分からないので、ね、信仰が逆戻りするんですよ。せっかく救われたのに、また教会から離れてしまいます。 せっかく神様と共に歩んでいるのに、再び闇の中に戻っていく人たちがたくさんいる。私たちはすでに救われて永遠の命をいただいたんでしょう。私たちは天国に行くという神様との約束をいただいたわけであります。これが私たちに与えられた素晴らしい恵みなんですよ。ね、来るべき世、ね、世の終わりに、ね、この地上を支配するイエス・キリスト、このイエス様に支配され、 イエス様が私たちに権威を持って望んでくださる。これが私たち一人一人が受け止めるべき本当に素晴らしい恵みであります。これは当時の人たちとも同じなんですよ。彼らはその恵みの中に入ったにもかかわらず、再び元に戻ろう、逆戻りしようとしている。ねそのためにイエス・キリストが十字架にかかってくださったんだということを忘れないようにしなければなりません。イエス・キリストはこのように ねえ、愚かな私たちを罪の中から救い出すために、このような罪深い私たちを、ね、罪から解放するために人の姿をとって、ね、天使よりも上の存在ですよね。しかし、ひ一時だけ、わずかな間、天使の下になって、人間になったんですね。人の姿をとって、私たちのために、 人間になって、そして十字架にかかって死んでくださり、私たちを罪の中から救い出してくださったのだと。私たちはそのことをしっかりと覚えなくてはならないと、この箇所は皆さん、私たちに語っているわけです。愛する兄弟姉妹、このイエスキリストがどれほど素晴らしいお方であるか、どうぞよく考えて受け止めましょう。 そして本当に感謝を忘れることのない信仰生活を送らせていただこうではありませんか愛する兄弟姉妹私たちはどのようにして救われたんでしょうか 私の努力で救われたわけでもなければ、私の頑張りによるものでもありません。イエス様の一方的な憐れみによって私たちは救われたんですよ。このことをしっかり心に覚えておいてください。だからこそ、このイエス様が私たちにくださった恵みを離さないようにしましょうね。しっかりと握りしめ、どこまでも主の恵みの中を生きるものとならせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。 イエス様の大いなるご愛と憐れみによって私たちは恵まれ祝福されていることを心から感謝いたします。どうかこの恵みを話すことなくいつまでも主の素晴らしい祝福の中を歩み続けることができますようにお導きください。一切を神様にお委ねしてイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。